点を見つけるのは誰だ。盲点リアルタイムアタック対決。え、盲点、何それ。うちではまだ触れてなかったけど、先日マインクラフトの新バージョン 1.19 が来たのよ。その新バージョンで盲点という最強ボスが追加されてるのよ。最強ボス？かっこいい。見つけるんだぞ、僕最強ボス見つけるんだぞ。絶対にシオンより先に見つけて、ガババッと倒しちゃうんだぞ。このボスは倒せないわ。え？倒せない？まあ絶対に倒せない無敵の存在ではないんだけど、体力はエンドラの2倍以上あるし、攻撃力はとんでもない破壊力だし、遠距離で衝撃波も打ってくるし、見た目はめちゃくちゃ怖いし。いやー、怖い。僕ゴーデン怖いんだぞ。青が怯えちまったじゃないか。ということでシオンちゃんと葵ちゃんには今回ゴーデンを見つけるまでのタイムを競ってもらいます。倒すのは無理だから、ゴーデンを見つけた瞬間のタイムで勝負よ。なるほど、そういうことか。ラフ勝なんですね。一瞬で見つけて圧倒的勝利を収めてやるんだから、よしやるぞ。待ってなさいゴーデン。ゴーデンな。シオンが先にゴーデンを見つけると思う人は高評価お願いします。いやいや僕なんだぞ。僕が先にゴーデンを見つけると思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。なあなあシオン、いい作戦を思いついたんだが、二人で同時に見つけて霊夢を困らせないか。それは明暗なんですね。悪魔のような作戦立てるのやめなさい。よし、それじゃあバリバリ探すわよ。葵には絶対に負けないんだからね。望むところなんだぞ。僕だって手加減はしてやらないんだからな。よし、それじゃあまずは素材集めだ。いきなりすごいところからスタートになってるな。周りに木が全然生えてないじゃないか。とは言っても何本かは生えてるわね。なんとか木材は確保できそうかな。奥に石がむき出しの部分が見えたから、パパッと丸石まで確保しちゃうんですね。それよりも霊夢、その棒電っていうのはどこを探せば見つかるの？ボーデンは現世の地下区画を探せば見つかるみたいよ。地下区画にスカルクという系統のブロックが大量生成されるバイオームが追加されていて、その中のスカルクシュリーカーというブロックが起動して呼び寄せるみたいね。シオンちゃんたちの立てる音をセンサーが検知して、そのスカルクシュリーカーが起動するみたいよ。ふん、よくわからないけど、音がうるさいって怒って襲ってくるヤバいやつってこと？完璧な理解だわシオンちゃん。多分見つけるコツとかはあるんだろうけど、新バージョンの新鮮さを楽しむことを重視して、今回はシオンちゃんと葵ちゃんには今言ったこと以外の情報は伝えてません。とにかく現世の地下区画で見つかるらしい。その程度の知識っていうことだな。そういうこと。さあシオンちゃんはどれくらいで盲点を見つけられるかしらね。楽勝楽勝。盲点なんかすぐに見つけてやるんだから。よし、ここで丸石ゲットっと。葵ちゃんの方も同じタイミングで丸石を手に入れてるみたいね。初期リスの近くにバカでかい洞窟があったからな。葵はそっちに潜っていったんじゃないか。うん、そういうことか。それじゃあシオンは別の場所から潜っていこうかな。お、あっちに石炭もあるじゃない。いいわねいいわね。初期リス付近で結構物資が充実しちゃうな。よし、あの一番近くにある木は僕がもらうんだぞ。盲点は近く近くにいるんだったよな。パパッと最低限の物資を集めてさっさと地下に潜るんだぞ。頑張ってね葵ちゃん。私たちも応援してるからね。それにしても盲点ってどんな感じなんでしょうね。エンドラの 2.5 倍の体力があるとか、普通に戦ってもまず勝てないボスっていうことですか。基本的に倒すことは想定されてないみたいよ。倒しても大したアイテムはドロップしないし、苦労して倒すメリットもないんだって。マジで面倒なボスなんだな。でも今回は見つけるだけでいいんだ。絶対にシオンには負けないんだぞ。初期リスのすぐ横に巨大な大穴があるんだよな。もうここから地下に潜っていくんだぞ。あら、葵ちゃん、食料を集めておかなくても大丈夫？地下でお腹が空いちゃったら大変じゃない？大丈夫なんだぞ。洞窟の中にはゾンビがいるし、食料も現地調達で十分なんだぞ。え？腐った肉を当てにしてるっていうこと？葵ちゃん、もうちょっと食にはこだわった方がいいと思うけど。何個だって手当たり次第食べるじゃないか。ね？シオンも同じタイミングで石を手に入れたみたいだな。なかなかやるじゃないか。でも僕は絶対に負けないんだからな。今日はギャフンと言わせてやるんだぞ。葵ちゃん気合入ってますね。当たり前なんだぞ。シオンには負けたくないんだよな。よし、石のツールができたから降りていくんだぞ。お、ちょうどいいところから水が流れてきてるじゃないか。それを使えば安全に降りられそうよね。かなり深い洞窟みたいですね。ボーデンがいるディープダークもすぐに見つかってくれたら嬉しいんですが。めちゃくちゃ深いんだぞ。これはすぐに見つかっちゃうな。お、こっちめちゃくちゃ氷だらけじゃない。楽しそう。ボートを使って氷の上を滑っていこうっと。楽しい。シオンちゃん勝負忘れてないよね。お、なんか木のフェンスが見えるんですけど。うわ、村だ。やった、村を見つけちゃったんですけど。いいじゃないシオンちゃん。これで食料問題が解決するかもしれないわね。最高なんですね。よし、それじゃあちょっと村を探索して食料をバリバリ集めるぞ。ベッドの位置をもらっていこうっと。高いところにある鉄もしっかり回収してっと。洞窟に入っていくんなら装備も大事だもんな。鉄はなるべく集めておきたいのよ。あ、むずい、鉄が穴に落ちちゃった。めんどくさい。穴に落ちた鉄拾いに行くか。ん、何あれ、穴の中に何かいるんですけど。え、これってゴーレムさんおった。なんかとんでもない形の村になってるわね。崖の中に村がある感じなんだよな。過酷な生活してるな。よし、この調子で物資を集めていくわよ。慌てない慌てない。村で溶鉱炉と燻製器を2個ずつ手に入れて、鉄も食料も結構集まったわ。やっぱり村最高なんですね。おいでもシオンちゃん、そろそろ洞窟探していかないとまずいんじゃないか。葵はもうとっくに地下に潜ってるみたいだし、探し始める前に見つけられちまうぞ。大丈夫大丈夫、そう簡単に見つからないでしょ。なんとかなるなる。この地震どこから来るんだよ。よしよし、いい感じなんだ
ぞ。ちょっと降りたらすぐに鉄もいっぱい見つかったんだぞ。やっぱり洞窟に入っていくのに装備は大事だからね。防電を急いで探すのも大事だけど、ある程度の安全もしっかり確保しておかないとね。そうなんだぞ。取るべきリスクと回避するべきリスクぐらいは判断がつくんだぞ。最低限の準備は整えてから進んでいくんだよな。でも周り氷ばっかりだな。早く洞窟見つけたいんですけど。あっちの方が逃避の森になってるわね。あっちまで行けば洞窟は見つかるかもしれないわよ。そうするか。どうせなら大きな洞窟を見つけて潜っていきたいもんね。お、なんかあっち明るいんですけど。大また村が見つかったじゃないか。さっきからめちゃくちゃ村見つけてるな。ふっふっふっ、これが日頃の行いなんですね。村より防電見つけてください。今ツツジの木もあったわよね。この村の下半も下洞窟になってるみたいよ。最高なんですね。よし、村探索して半も下洞窟に行くぞ。探してるのは防電だからね。やった、見て見て、鍵屋のチェストに鉄装備が入ってたんですけど。あら、いいじゃない。これぐらい物資が整えば洞窟探索も安全に行えそうよね。楽勝なんですね。それじゃあ洞窟探して地下に潜っていこうかな。ほら見ろ見ろ、もう鉄フル装備が完成しちゃったんだぞ。いきなり洞窟に降りてきて正解だったんだよな。これでモンスターに襲われてもへっちゃらなんだぞ。すごいじゃない葵ちゃん、ここまでかなり順調に来れてるわね。あれ、でも食料が、食料一つも持ってないんだぞ。気持ちいい。やっぱりこうなりますよね。食料も急いで探さないといけませんね。ほらほら見て見て、村のすぐ横にこんな洞窟があったんですけど。おお、これは綺麗じゃないか。半も下洞窟の大洞窟か。ここからなら地下深くまで潜っていけそうだな。でかクリーパーが完全に擬態してて気づかなかったんですけど。半も下洞窟のクリーパーちょっとわかりづらいわよね。シオンちゃん気をつけてね。死んじゃったらかなり不利になっちゃうわよ。てかおい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 、ここめちゃくちゃモンスター多いんですけど。まだ言うほど防具が作れてないからな。スケルトンの攻撃がちょっと厄介なんだよな。入りたいけど入れません。うわ、でも見て見て、やっぱりめちゃくちゃ厄介はこの洞窟。でもシオンちゃん気をつけてよ。落下ししちゃったら大変だからね。大丈夫よ、水バケツチャッチ決めてやるんだから。決まりませんでした。やばい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 、これはやばい。落ち着きなさい。シオンちゃん水バケツチャッチ結構できるようになったと思ってたんだが、肝心なところで失敗しちゃったじゃないか。スケルトンの矢が厄介だからって盾をオフハンドに持ってたのがまずかったわね。水を撒く前に盾を構えちゃってたわ。もうシオン一生盾持ちません。肩には持ってる気がするんだが。でも村のベッドで固定しておいて助かったわね。これならデスドロップもすぐ回収できるんじゃない？あったあった、なんとかシオンが死んじゃったところまで戻ってくれたわ。痛い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 、ちょっと待って、シオンデスドロップ拾ってるんだから。丸腰のシオン相手に撃ってくるなんて卑怯すぎるんですけど。もう怒った、絶対に許さないからな。よし、デスハット。ふう、これで落ち着いて拾えるわよね。よし、それじゃあどんどん深いところまで潜っていくぞ。うん、また高いな。でも今度こそ水バケツチャッチ決めてやるんだから。よし、成功っと。連続で失敗とかありえないのだよ。また盾装備してる気がするんですが、シオンちゃんの一生が短すぎたけん。クソ、スケルトン本気で邪魔だな。痛い。うわ、ゾンビまで来てるじゃないの。人が飛び降りたのを見計らって一斉に襲いかかってくるのやめてほしいんですけど。クソ、落ち着いたと思ったらもう一体スケルトンいるのかよ。絶対に許さないんだから。あんたで終わりなんだからね。チビゾンビが2体もいるんですけど。待って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 、チビゾンビ2体はきつすぎるんですけど。クソ、足場が悪すぎて逃げるのはしんどそうね。やってやるわ。シオンは逃げも隠れもしないんだから。よしよし、いい感じ。チビゾンビなんか怖くない。ごめんなさい、シオンが間違ってました。やばいやばいやばい、これ以上食らったらやば。食らっちゃうんですか、危なすぎた。もうなんなのよ。ちょっと待って、なんか足音が多い。なになになに、あー、助けてー。心臓に悪すぎました。物資が完全に足りなくなりました。うん、早く地下に潜ってきたのはいいんだけど、常に食料難との戦いなんだぞ。なんとかゾンビが落とすお肉で食いつないでますが、なかなか受けたダメージも回復できませんね。あー、かわいそうな葵ちゃん、食料がないのは悲しすぎる。それに松明ももう使い切っちゃったんだぞ。木材はもうちょっとだけあるけど、この高度だと石炭も手に入らないんだよな。石炭はもっと上にしかありませんからね。一旦物資集めに戻ることも検討した方がいいんじゃないですか。とりあえず砂利を壊して火打ち石を手に入れて、火打ち石と落ち金を作るんだぞ。地面に火をつけたら一時的に明るくはなるよな。とにかく防電を見つけたら勝ちなんだ。ギリギリまで地下で粘ってやるんだぞ。火打ち石全然出ません。シャキンシャキン。よし、鉄フル装備のカー安定。これでモンスターなんか怖くないわ。バリバリ防電を探しちゃうんだから。洞窟が行き止まりになっちゃったから直下掘りしてます。お、また洞窟に繋がったみたいなんですけど。ここもまた半もの洞窟ね。シオンちゃん、ちょっと移動した方がいいんじゃない？半も下洞窟と防電のいるディープダークはどっちもバイオームだから、両方同時に出てくることはないと思うわよ。あ、そっか。それじゃあ半も下洞窟がなくなるぐらい横に移動した方がいいのかな。そういうことなんだろうな。きっと半も下洞窟から地下に潜ったのがそもそも間違いだったんだぜ。だって半も下洞窟見たら入りたくなるやん。だよだよ。防電のことも忘れてるよね。大成功だったんだぞ。見てくれよ、二人とも。内金の炎でもかなり明るくなって探索しやすくなるんだぞ。あら、ほんとだ。やったわね、葵ちゃん。作戦大成功じゃない。やっぱり僕は天才でした。お、しかもこれって、ダイヤだ。やったんだぞ。ダイヤを見つけたんだぞ。
一個しかないんですか？うそうまいんだぞ。目的はダイヤじゃないんだ。宝典を探して突き進むんだぞ。全然見つかりません。どこにいるのよ宝典。どれだけ探しても全然見つからないんですけど。また反応した洞窟が出てきたわね。この辺の反応した洞窟めちゃくちゃ大きかったみたいね。反応した洞窟から逃げられない。え、何あれ、なんか変な光が見えるんですけど。うわしおんちゃん、あれよ、あれが宝典のいる新しい構造、古代都市だわ。今でもこの辺モンスター多すぎるんですけど。待って、1機までいるんですけど。いやだ、せっかく見つけたのに、こんなところで死にたくないんですけど。後ろからパリンパリン言ってるな。ウィッチが追いかけてきてるみたいなんだぜ。許してください。よし、でも水が流れてるおかげで安全に下に降りれるわ。やった、シオン初めて古代都市に来ました。うわ、なんか変な音鳴ってるんですけど。てか真っ暗すぎるんですけど。なんで、照明は普通にあるのに。何がどう作用してこうなってるのかまではわからないんだけど、古代都市にいるとこうなっちゃうみたいなのよね。なんか怖すぎるんですけど。それで霊夢、どうやったら宝典が見つかるんだったっけ。古代都市やディープダークには音を感知するスカルクセンサーっていうのがあって、シオンちゃんが物音を立てたらその音をセンサーが拾ってスカルクシュリーカーに送って宝典を呼ぶ感じみたいね。今さっきなんか音波みたいなのが出てるのがあったよな。あれがスカルクシュリーカーなんだな。いやマジで真っ暗すぎて怖いんですけど。とにかく走り回ってたらいいのかな。大丈夫なんじゃない。そのうち宝典がしびれを切らして出てきてくれるわよ。出てきてほしいような、出てきてほしくないような。でもこの都市かなり広そうだよな。暗すぎて全体の雰囲気がつかめなくてちょっとあれだが、探索しがいのある都市って感じなんだぜ。本格的に探索したいときは暗視のポーションが必須かもね。あーなるほど、確かにね。暗視があったらかなりいいかもしれないな。てか全然出てきてくれないんですけど。宝典さん意外と心が広い感じなの。あーこれなら安心っす。なんかただ音じゃない音が鳴った気がするんですけど。うわ、しかも真っ暗になっちゃった。出てきたわね、宝典。何も見えないんですけど。はっ、こんなことしてる場合じゃない。宝典見つける勝負中なんだった。早く宝典の姿を見ないと。でも不気味すぎて怖いんですけど。確かにこれは怖すぎるな。真っ暗な上に不気味な音、そこに潜んでる最強ボス、マイクラがホラーになっちまったんだぜ。怖い、早く出てきて。いや、やっぱり出てこないで。複雑な感情で揺れてるようです。でも怖がってたら勝負に勝てないのよね。ここは覚悟を決めて宝典を探しに行くか。どこだ、隠れてないで出てきなさい。どうしようかな。相変わらず食料はずっと枯渇したままですし、頼みの綱の火打ち石と内金も壊れかけてますね。そうなんだよな。まあ内金はまた作ろうと思えば作れるけど、なんかだんだんジリ貧になってきたんだぞ。やっぱりお腹いっぱい食べて体力回復させたいんだよな。お、なんだあれ、なんか白いのが見えるんだぞ。あら、あれって廃坑じゃないの。うわ、ほんとだ、廃坑だ。やったんだぞ。もしかしたら廃坑のチェストを見つけられたら、食料とか石炭が手に入るかもしれないんだぞ。やりましたね、葵ちゃん。粘っててよかったですね。廃坑なんだぞ。お、なんか開けたところに、え、あれなんなんだ。なんか暗い緑のブロックが見えるんだぞ。え、あれスカルクじゃない。葵ちゃん、あれがディープダークよ。宝典が出てくるバイオーム。え、そうなのか。やった、やったんだぞ。結構見つけるまで手こずっちゃったけど、それでも割と早い方なんじゃないか。これは僕が勝ったな。でもまだですよ葵ちゃん。しっかり宝典が出てくるかわかりません。宝典を見つけるまで集中しないと。おっと、確かにそうだな。わかったんだぞ。それじゃあ宝典を探しに行くんだぞ。宝典どこかな。多分ここってすごく暗いバイオームなんだと思うけど、隣に大きな溶岩湖があるからまだ気分的にマシよね。明るい部分が見えると安心しますよね。これどうしたら宝典出てくるんだっけ。その何か羽みたいなのが生えてるブロックがセンサーで、その周りで音を立てたらいいんじゃなかったっけ。確かに何か反応してるな。ここで走り回ってたらいいのか。確かにセンサーは音を感知しますが、宝典を呼び出すのはスカルクシュリーカーという別のブロックのはずなので、ちょっと移動した方がいいかもしれませんね。そのあたりにスカルクシュリーカーが見当たりませんよ。了解なんだぞ。それじゃあそのスカルクシュリーカーを探してみるんだぞ。なかなか見当たらないな。お、もしかしてあれか。なんか変な形のブロックが見えてきたんだぞ。うわ、なんか変なの出てきた。あ、多分それ宝典を召喚してますね。その調子です葵ちゃん。その調子で鳴らし続ければきっと宝典が出てくるんじゃないですか。うわ、なんだ。なんかめちゃくちゃ暗くなってきたんだぞ。じゃあ宝典、普通こうなったら倒してやるんだ。カリタス、じゃあ真っ暗になっちまったんだぞ。内金も壊れちゃったわね。葵ちゃんどう？宝典の気配する？するような、しないような。なんかいる気はするんだけどな。うわ、なんか出てきた。あ、あれが宝典なのか。あれ？でも襲ってこないんだぞ。もしかして僕にビビったのか。これなら勝てるんだぞ。これ宝典、僕が相手になってやるんだぞ。いや葵ちゃん勝てないです絶対。じゃあ宝典、怖すぎたんだぞ。結果発表。二人ともお疲れ様。初めての宝典どうだったかしら。宝典、怖い。
怖い。二人とも心折れちゃってるわね。確かに怖すぎたわね。二人ともこうなっちゃうのも無理はないわ。でも二人ともくらい仲良く頑張りました。勝っても負けても私は二人のことをすごいと思いますよ。それじゃあ今回は梅田ローデン討伐隊ね。それとこれとは話が違ってきます。ということで今回のローデン発見リアルタイムアタックなんだけど、シオンちゃんのローデン発見までのタイムは57分3秒。1時間はかからなかったけど結構かかったな。まあ実はディープダークは山岳バイオームの地下に生成されるらしくて、今回そういう情報を入れずに勝負してもらったから、ちゃんとした情報を調べてから探したらもっと効率よく見つけられるかもね。情報は武器なのだよ。続いて葵ちゃんの結果は34分27秒。あ、ということは僕が勝ったんだぞ。悔しすぎました。葵ちゃんは思い切って物資の少ないうちから洞窟に飛び込んだのが結果的に良かったわね。でも二人ともナイスファイト。頑張ってる二人は尊すぎたわ。ということでローデン発見リアルタイムアタックでした。視聴者の皆さんもぜひローデン探してみてね。最後まで見てくれてありがとう。よかったら他の動画も見てみてね。それじゃあまたね。バイバイ。